今日ね島原駅に来てて、ね、島原ね来るのねこの客で初めてですよね。島原の市街地からよく見える819メートルの眉山を目指しています。眉山ロードっていうのはここをずっとこの裾野をぐるっと行って眉山をぐるっと一周するような感じで向こう側に行ってる道ですよね。島原駅を出発しておよそ5時間、島原眉山ロードをひたすら歩いて登山口までやってきました。ようやく土を見ましたね。ねえ、土を見ましたね。道標には七面山登山口と記されています。七面山っていうのが眉山のことですね。松尾記者は履いてきたスニーカーを登山靴に履き替えました。はい、じゃあ参りますか。はい、ね、お願いします。登山口はね、こっちで、ね、ここ上がっていくんですけど目指すのはそれですね、はい、眉山ここでしょうか。登山口には案内板があります。ちょっと下に天狗山っていうのがあってそれを総称してこの眉山って言うんですよね。島原大変肥後迷惑と言われた1792年の眉山の大崩落は天狗山の部分で起きました。いいものを持ちです。あるんです。あります。羨ましいな。でも立派なものがたくさん。登山道は森の中です。ずっと車道のさ炎天下を歩いてたから、はい、涼しいね。そうですね、はい、カメラマンが銀龍草を見つけました。幽霊草とも呼ばれる不思議な植物です。岡君頑張って。ありがとうございます。中さんも頑張ってください。天狗山に向かう登山道が通行禁止になっていました。崩落とかがあるのでこっち側はもう通行禁止で行けないと、はい、山頂まで登れる七面山の方向に向かいます。ここも同じですね。天狗山には行けませんよって、ね、今は通れない道に赤いテープがありました。山頂まで1キロ。もうすごいねこっちね。すごい。うわすごいな。枯れた沢に倒木が折り重なっていました。恐ろしいっすよねこれマジで。もういつ倒れてもおかしくないみたいな。なかなか異様な異様な谷間ですよねこれね。さて急な登りが始まります。平成新山のとこも時間が経っていけば、はい、まあこういう普通の山になっていくんじゃないですか。650メートル。木漏れ日を浴びながら少しずつ高度を上げていきます。下から見たときに結構急じゃないですかって言ってたところ、はい、なるほど。あの辺そこなんですね。急っすもんね。でも松山ちゃんはねもうこれこういうの急って言わないよね。そうなんですよ。なんでこんなに整備されてるんだろうって思いながらずっと登ってたんですよね。恐るべし。いや本当にこの段差ないですからね。急な場所にはロープも張られています。岩ができましたね、うん、
小さな岩場を越えて行きます。よいしょ。さすが慣れたもんですね。めっちゃ早いっす。いやいや、頂上に近づくにつれ明るさが増してきます。なんか空が近いような気がする。気のせいだろうけど。きつい登りはまだ続きます。270メートル。あと倒木がある場所を通過します。松山ちゃんはもうたくさん見てるから。最初の頃はあんなに新鮮だったのに。こんなに見るものだとは思わなかった。島原駅を出発しておよそ7時間、いよいよ山頂です。ちょっと待ってて、はい、着いたのかい。着いた。中川カメラマンがまず登頂を果たします。長かったしね。生まれて初めて、はい。来ました。平成新山が正面に見えます。島原半島の北側を見渡せるんですね。そういうことですね。広がる海は有明海、潮受け堤防を見ることができます。多良岳の方向ですね。多良岳の方向ですね。有明海の奥には多良岳山系を望めます。達成感ありますね。この下をずっとそう考えると頑張ったなって思いますよね。アシスタントも初登頂です。すごい、山近っ。山頂近いですね。山頂には三角点があります。山頂です。818.7 だそうです。めっちゃ登りました ね, ね。めっちゃ登りました、ね、ほとんどゼロからだから800メートル登るのはなかなかですよ。なかなか大変です。新人カメラマンも登頂しました。この奥だけ気をつけてね。あ、めっちゃ眩しい。めっちゃ眩しいです。これなかなか登った人いないよ。あ、本当ですか。うん、うちの会社でも今度取材にね、島原とか行ったら、はい、あそこ登ったことあるんだよねって言いますね。でもどっからでも見えますもんね。あ、結構ここ、そう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 。え、登ったことないんですかとか言えるね。山頂の他にも市街地が見える場所があります。で、こっち側にお社もあります。七面大明神と書かれた鳥居をくぐるとお社はすぐです。みんなでお参りしましょうか、ね、はい、無事に山頂に立てたことに感謝し手を合わせました。で、こっち側から市街地が見えるのでちょっと行ってみましょう。おー、いいね、いいですね。おー、市街地が見てすごくよく見える。島原市の市街地が一望できました。お城が見えるということは駅はあの向こう側からか。島原城の向こうに歩き始めた島原駅が見えます。駅見えるね、あそこにね。あそこから歩いてきました。マジか。お城ちっちゃいですもんね。歩いてきた県道も見えました。なかなか見れないよ、この角度の。近い分すごく急に感じますよね。そうだよね。崖の上からなんか見下ろしてる感じですよね。そうだよね。だからこう地滑りとか起きたらやっぱりひとたまりもないですよね。海の向こうには熊本が見えます。1792年の普賢岳の噴火が引き金で発生した山が崩れる山体崩壊で津波が熊本を襲いました。島原大変、肥後迷惑という言葉が今も残っています。
こっち側で1万人ぐらい亡くなって、向こう側で5000人ぐらい亡くなったって言われてる。多くの人が亡くなったっていうのはよくわかりますよ ね、 そうですね。この距離感で見ると距離感で見るとね、山体崩壊で起きた地滑りは海岸線に九十九島という多くの島を作りました。ここほらロープが張ってるけどさ、こっちがもうがっつり切れてるんだよね。周辺にも通行禁止のロープが張り巡らされていて、今も山が崩れていることが分かります。じゃあ最後頑張っていきましょう。はい、はい、着きましたゴールです。お疲れ様です。お疲れ様です。島原駅を歩き始めてからおよそ9時間、無事に登山口に到着しました。どうだった？疲れました。綺麗で、はい、良かったです、ね、アイヤマロードは本当車でしか通ったことなかったんで、うん、いろんな景色が見れて楽しかったですけど ね、 ね、はい、噴火の歴史を見ることができる眉山への登山、火山と共生する島原半島を感じてみてはいかがでしょうか。